姉ちゃん、私夢があります。そしてその夢に一つの漫画との出会いで一歩近づけた気がします。日高楓くん、ちょっとひねくれ者だけど漫画に対してはまっすぐな人。今私はたくさんの仲間に囲まれ日々生きています。そしていつかあの人に感動を伝えたい。それが私の夢だから。水色イデアコミックス第1巻12月10日発売、コミックウォーカーにて連載中。